この目の前で見たことはないです。ないですか。私は普通のマジックとはちょっと違います。癒しの、癒されるマジック、ヒーリングマジック、聞いたことないですよね。今からやります。癒される準備は大丈夫ですか？はい、もう元から癒し系だと思います。それではまず最初はですね、こちらのこれを使いましょう。この文字の白い紙です。ちょっと触って調べてみてください。二人でよかったら仲良く、喧嘩せずに、喧嘩せずにしてないですね。大丈夫ですか？調べ方が独特な仲がいいんですね。それではちょっと見にくそうなので離れます。ちょっと降りますね。まず1回、今降りました。これで2回、次で何回？3回ですね。常に髪は見えた状態です。よく見ておいてください。それでは行きます。もう一回、色が変わりましたね。カラーチェンジ。なんと本物の1万円札になりました。もう拍手をありがとう。おグラッツィエ、グラッツィエ。それではこの1万円札欲しいと言いますか。はい、じゃあ私がいただきます。二人で仲良く。じゃあこちらですね、番組宣伝が書いてあります。チャンネル登録よろしくお願いしますね。後でカラーコピーして渡してください。まあ一つ目、握手をお願いします。ありがとう。あ、私のこのマジック癒されましたか？It's a healing! 私も今癒されました。マインドレベルアップですね。残念なお知らせがあります。次で最後です。そんなに悔しがらないでください。大丈夫ですか？それでは次のマジック。次のヒーリングマジックは、私の一番お気に入りのコインマジック。名前ありますか？ちょっと調べていただきたいので、近い手を出してください。今一つ確認お願いします。本物のお金ですよ。銀か、銀でできてます。高いです。1枚8000円ぐらいしますからね。ポケット入れないようにお願いします。大丈夫ですか？はい、はい、2枚、こっちも2枚。そのままちょっと手をお借りしていいですか？なんかこの歌たるといやらしいですね。ここを見といていただいて、見えますか？はい、はい、それではみゆさんの左手がここにあります。これは私のもう舞台になりますからね。小さい舞台ですね。はい、それでは4枚のコインとちょっとだけ手触りますけども、はい、ここ私の舞台、もう一つの舞台はこちら私の手です。では開けといてくださいね。はい、ワン、ツー、スリー、フォーコイン、よく見て、スリー、ツー、ゴー。え何か感じましたか？こっちは4枚ちゃんとありますよね。なんで？ない。絶対こいった。そうなるともう変人です。開けると、おお、すごい。おお、そのノリで拍手をお願いします。うん、すごい。面白
面白いですね。これ体験できることなかなかないんですよね。4時しかやってみたいですか？やりたくない。そうですか。やりたいんですね。すいません。では、かなでさん、手を出してください。ちょっとさっきと一緒じゃ面白くないですから、1枚はもう置いときます。これ、さっきね、ここへ消えて、この移動した、みゆさんの方に移動したコインがこれなんです。今度は2枚目が、かなでさんのとこ飛んでいきます。音を聞いててください。音は聞こえますか、みゆさん。そして手は開けておいてください。こちらの舞台とこちらの舞台開けておいた状態で軽くちょっとだけ握手。ありがとう。それではご注目。3、2、1、3、3コイン。もう高くない。え、なんで1枚なくなりました。彼女さん、何か感じますか？ケチャンって言った。移動してます。おお、拍手しにくい。ここに上げて拍手お願いします。おお、すごい、すごいでしょ。これ目の前でこんな体験なかなかねできないんですけども、この種知りたいですか？では種明かしよう。いや、やっぱりやめておきます、ね、今世の中知らない方がいいことというのはいっぱいありますからね、さあ、それではいよいよもう最後ラストのパートに入ります。お互い手を出してください。手を出して、イティとかしないで大丈夫です。それではどうしましょうね。ここに置きましょうか。そしてこちら3枚。お互いの手から手へ移動するマジシャンは今までいませんでした。二人は仲は悪いですか？まだ2回しか会ってないから。普通の。じゃあ普通の中です。普通の中で普通のことを起こしても面白くないですから、このここからこっちへ飛んでいきますよ。打ち合わせしてないね、仲悪いからね。あ、いや、普通だからね。あ、悪いから、普通ね。1、1、コイン、はい、軽く握手、はい、特別も見えるようにしときましょう。開けたままで消えます。絶対見てくる。見すぎです。軽くでいいです。こんな感じで揉んでください。 GO。 ちょっと遅れるんですけど。ああ、びっくりした。なんでなんで今鳴ってます？鳴ってます。ってこと確認。今来てますね。今からいつ取られた？気づいたらなくなってた。マジシャンですか？私もマジシャン。え、すごい。4枚のポイント。のタイミング難しいですね。あの、私のマジック癒されましたか？はい。えっと、ヒーリング。あ、タイミング分かっていただいた。ありがとうございます。本当にご協力ありがとうございました。ありがとうございました。